大迫はこの試合で退場となった斉藤美月にジェスチャーを交えながら何かを語りかけます。実は斉藤は後半アディショナルタイムに遅延行為で退場となった後、なぜかバックスタンド側からピッチを出ます。そのためアディショナルタイムがさらに追加され、ヴィッセルは同点ゴールを許してしまったのです。